吉本ツリーブ BDM、 お願いします。いやー、ナダル、いやいや嬉しいですね。今年も来ましたね。はい、嬉しいです。去年ちょっと僕は行けなかったんですけども、今年ちょっと参加させてもらうということで、はい、すごく安心感があります。やってきたのはツリフェスティバルでございます。はい、お願いします。パシフィコに来てね、ねえ、ちょっと安心感あるんですよ。僕さっきもちょっと言ったんですけど、何安心感あるってどういうこと、はい、横一日さんやとどうしよう思ってたんですけど僕がちょっと噂に聞いた話なんですけど、すべてのロケをやりづらくする芸人だし、ね、いいんですよ、ね、その話は良くて。そうです、ということで来させてもらいましたね。そうです。そのツリフェスティバルに来たのも、もちろんいろんなブース出てまして、はいはい、今年例年に比べて人も多いような感じです。めっちゃ多い。やっぱコロナ明けて、そう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 、やっぱすごいですねこれは。で、その中でも、はい、本日あの大和さんにちょっとアンケートをいただきまして、ブースを紹介してくれて、ほんまに、まあ、そんなもん、そんなアンケ振ってもらうんでもほんま紹介したいぐらいなんですけども、振っていただけたということで、ね、はい、いろいろ皆さんがね、はいはい、お買い得になるようなというか、うん、結構新製品もちょこちょこいっぱい出てるということで、そうそうそう、欲しくなるような商品たくさんあると思うんでね、はい、紹介していけたらと思います。お願いします。さあ、それでは早速行ってみましょうか。行っちゃいましょう。坊主だけは免れたい。ああああああ編集でなんとかなのか、俺ツリーフェスティバルフィールアライフ。さあ、ということで、はい、ダイバブースまでやってまいりました。いやー、素晴らしいですね。すごいの、雰囲気が。すごいっすね、これシックなね、おしゃれ。やっぱダイバやわ。ダイバは違いますよね。釣り具の王様ですから、ダイバはやっぱ素晴らしいですよね。道具はいいけど、はい、腕がついていなかったからね。腕がやっぱついてこないです、はいはい。今日いろいろ見ますんでね。ほんま釣り具の、うん、やっぱ釣り好きな人やっぱ YouTube 叩いてくるから、ほんましょうもないやつばっかりやからな。そんな気にせず、そう、楽しくやりますから釣りは。そうそう、はい、いろいろ紹介していきますんで、お願いしますね。よろしくお願いします。はい、はい、皆さんお願いしますよ。いっちゃって、いっちゃってる、いっちゃって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 。知らんで、知らんで、知らんでしょ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 、ほんまですか。山田ってさんは去年ね、インタビューさせて、2人だけで何をこちょこちょ喋ってるんですか。いや、ま、山ラッピさんが、はいはいはい、僕は、うん、山ラッピさん待たしてるからって、僕に山ラッピさんややこしい人やみたいな感じでしたら、うん、山ラッピさんが、うん、知らんでしょ僕のことって。いや知ってますよ、ね、いや知らんでしょ、いや知ってます、いや知らんでしょ、全く知るわけないでしょって。全く知らん、全く知らんで、直接いいよ。いや、ほんますいません、全く知らん。山ラッピさんすいません。でもでもそれちょっと僕ちゃんと聞きました。エギングの開発というか、エギの開発をされてる。今回エギ新しいの出たんですよね。そうなんです。それをちょっと紹介していただければなって。ね、ちらっとちょっと見て、いや僕だから興味ないって言われて、興味ないけど、ないけどないんすよ。よかったらエギ紹介していただければいいですか。一般の方も楽しそうにやってるから。そうそう、違うから、違うから。一般の方、一般の方。テレビで見てても失礼や思ってたけど、ほんま失礼や。見た通りのね。ちょっといいですか、教えてもらって。はい、教えてもらっていいですか。ちょっと見てください。これだから僕が知ってるエギじゃないんですよ。そうでしょ。もう首が動いてるから。あ、ほらほら。そう。首動いてる。これってこれ当たり、こんなあったんですか今まで。初めて。おお。初めてなんや。なんかちょっと業界でも初めてです。ええ感がなんかめっちゃあるし。そう、それ。はい。話しかけてもらう。だからまず。これ話しかける。そう、体開いて、開いてやってみる。こっちから。ああ、こんにちは、何してんの。あ、喋りたくないってそんな言わんといてよ。俺だって喋ってみたいねんもん。今日は何をしてるんですか。あ、みんなにこの駅の良さを伝えてくれてるんだ、ありがとう。じゃあ教えてね。何させてくれてんすか。言い返してくださいよ。僕が一人で落とせるわけないでしょ。昨日原西さんはもっと上手くて、原西さんと比べるのやめてください。もっと上手くて、言い返してくださいよほんま。なんだよ、やってみ。余計なこと、余計なこと、今のなかったことしやめてください。やらされてるんですから。やってみましょう。お願いしますよ。うわうわうわ、でも首すごいわ。すごいわ、楽しそう、うん、ティップラン用もある。あ、ティップランもあんねや。ティップランもあって昭和用もある。今回昭和用が出たんですよ、はい、ぜひ使ってみてください。いやいや、ちょっと使ってみたくなりました、ね、実際泳ぎ見て。これは、はい、これ BDM でちょっと活かしてほしいです。いいですか。そうそうそう、うわ、ぜひ。ありがとうございます、山田さん。なんか分からんけど動画めっちゃおもろそう。いや、マジそう、はい、なんか分からんけどこの2人で、僕も最初やっぱちょっとうさんくさいの思ってたんですけど。ちょっと待って、ちょっと、うさんくさいってどういうこと。やめろよ、ほんまに。じゃあちょっと後日ね、山田さん、はい、りますの、ぜひぜひやらせてほしいです。動画撮影も行ってみましょう。はい、ありがとうございます。山田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ、ということで次は、はいはい、アパレルの方に来たんですけど、わ、大和さんが新しい取り組みをちょっとやってるということなんで、ね、はい、お話聞いてみたいと思います、はい、坂本さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。なんかちょっと新しい取り組みをしてるっていうことなんですけど、はい、どういう取り組みなんですか。そうですね、はい、海洋汚染の、まあ、原因にもなってる使われなくなった漁網というのは、はい、うん、埋め立てとかしてるんですね。あ、そうなんですね。埋め立てしてるんで、はい、それぐらいどうしようもない物体みたいな感じなんですか。まあ、そうですね。でそれをなんとかやはり環境ってことを配慮して、はい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 、リサイクルとかできないかということで、まあ、実際ここに今展示させていただいているものっていうのは、はいはい、北海道の、漁連さんでご使用になってまあ、廃棄漁網となったものをリサイクルして、はい、うん、実際はもう熱洗浄して熱かけて溶かして、でそれを糸にして、はい、布にして縫製してっていう活動になります。結構な手間ですね。それ溶かして糸にして。そうなんです。こっちなんかちょっと派手なあれですよね。そうですね。これはですね、はい、間違えたんですね。これはちょっと、はい、間違えたのかなと私も思ったんですけど、まあ、実は間違いではなくて、大和さん間違えませんよ、はい、実はこれ吉本さんの、はい、オーブさん。あ、オーブ、はい、まあ、ほぼ後輩みたいなもんですよ。いや、会うことないよ。いやでもちょこちょこで仕事一緒になったりとか。一緒になってる。テレビで一緒に出たりとかもあるんで。あ、はい、なるほどね。すげえ人気あるアイドルグループですよね。そう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 、はい、まあ、お一人お一人好みのデザインに仕上げて、はい、じゃメンバーの本物ガチ衣装。そうです、これガチ衣装、ガチ衣装です。すげえ、すげえ。売り物じゃないんですね。これは売り物じゃなくて、もうメンバーの方がご自分の仕様に全部デザインさせていただいて。いや、かっけえな、これ。ほんで、はい、これなんか色味がちょっと緑とかやったら全然普段で黒とかやったらね、おしゃれな。これもかっこいい。かっけえわ、はい、せっかくやからナダル来てみる。あ、もうぜひ来ていただいて、ね、はい、せっかくやからどんな感じか、はい、いいんですか。ちょっと来て大丈夫ですよ、はい、でもまたこんなにしますわ。絶対やるとこや。え、ちなみにナダルが着てる衣装っていうのは、はいはい、今そうですね、今着ていただいているのが、はいはい、浦野さんの、テレルン、はい、テレルン、テッ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 ティアティアナイヤヤヤヤヤヤティアナイヤヤヤヤヤティア殺してくれ。俺でもマジでナダルって思いっきりええよな。いやでもいや、やっぱおしゃれな感じするし、ね、これがリサイクル漁網でできてるって思えないです。そうです、そうです、はい、すごいですね、うん、いろんな製品をやってるってことですね、はいはい、かっけえ普通に。これだから我々もこういう商品ね、もちろん購入することで SDGs につながるわけだから、ね、はい、僕らは買うだけでこれ作るまでは大変ですけど、そう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 、ね、携われるというか、はいはい、そうです。これは素晴らしいですね、うん、素晴らしいですね。かっこいいわ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、変な空気してます。いや、グーです。そんなことないよ。釣りフェスティバルに行きたい。乗ってけ乗ってけ。さあ、ということでソルトコーナーに来ました。はい、急にビジョン。いやいや、急にね。どういうこと、急にビジョン。びっくりしました。ほんまに。ありがとうございます。大和の方ですか。そうで、大和のスーパーハイサングラーっていうんですけど、そこで釣りをしてます。あらあら、そういうことなんですね、はい、普段は何釣りとかされるんですか。オフショアのもう大物釣りを。うわ、大物釣り。今まで釣った大物でどんなものがあります。例えば GP だと49キロ。そんなんめっちゃ釣ってみたいんですよ。GT の、うん、今度一緒に行こうぜ、うん、クリンカークリンカーか、はいはい、すいません、すいません。ありがとう。あ、その竿の体験ができるブースというか。そうです、はい、あ、そういうブースがあるんですね。これはですね、はい、このブースなんですけど、実際にあの負荷をかけて、はい、まさに実践さながらのファイトが体感できるっていうコーナーです。ほな、ちょっとやらせてもらっていいですか。やらせてもらいましょう。ありがとうございます。いや、夢やわ僕 GT 積んのとか、はい、ここのフロントグリップを持っていただいて、で、まあ、ここにお腹に当ててグーッと膝を曲げながらやったらいいかもしれないですね。でこれでその大きい魚がかかった時 その体感はできるので。なるほど、ありがとうございます、はい、巻いてってそれでそこからもうちょっと下まで下げていって、それでグーッと持ち上げていってください。そこからグーッて、はい、グーッと。いやいや、こういう感じで。どうなる、楽しい。でもいや、でもやっぱこれで、いや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 、これ結構っすよ。やってみてください、楽しいから。いやいやいいよ、ナダルやって。いや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 、いきますね、これ。うわ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 
これをずっとやると思ったら結構びっくりする。一回やってみてください。なんでやらへんねん。やったらええがな。なんだろうな。一回ぐらいやれよ。ちなみにここに竿置いてますけど、はい、今体験したようなやつって、はい、どういうロットなのか教えていただけますか。これは新しくあの発売されるロットなんですけども、はいはい、これ、あ、すいません、はい、失礼します。これあの今やってる時にこうお腹当ててたじゃないですか、はい、少し痛かったと思うんですけど、あの従来の竿だともっとあの人間側に負荷がかかるんで辛いんですよ。もっと痛いんですか。大きな腹かかった時いろんなとこ痛くなるんですけど、それがもうちょっと楽な力でこうグーッと上げられる風になるというあの竿になってます。でここはあのロットエンドのところが丸くなってるんですけど、ここでちょっと負荷がかかると痛みを感じるんですよ。曲げてみていいですか。グーッと上げてみてください。お、痛い痛い痛い。そう、いろんなところが痛いんですけど切れたね。お、怒るのは絶対ちゃうからごめんなさい。やっちゃっていいですよ。商品のためなら。もう一回ちょっとやってみましょう。もう一回、もう一回、はい、グーッとこう巻き込んで痛い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 。切れてどうすんの。でも全然ちゃうやん。ここ斜めに切ってまして、ちょっと設置面積が広くなってるので、あ、そっか、こうやって引っ張った時にあんまグイって沈まなくなってるね。圧力が分散されるので。なるほど、はい、こっちまっすぐやのにこっち斜めになってもんな、はい、ちょっとした工夫でだいぶ楽になったと思うんですね。そうですね、いろんなところが、まあ、このグリップのところだとかもう手に引っかかりやすいようなので、で僕ここも違うんや、はい、あー、ほんまや。ギュッと握っちゃいがちなんですけど、そうすると握力とかすぐなくなっちゃって辛くなるので、なるべく握らないで引っ掛けとくだけ で体重でこうやって持ってくというか。そうです、はい、ここもちょっと丸みがね出てますもんね。そうですね、こっちは角が当たって痛くなっちゃうんで、そうそうそう、強く握ると引っ掛けるぐらいの、はい、だから僕だからこれで大物ファーでちょっと無理かもしれない。めっちゃ痛かったもん。切れそうになりましたもんね。これでやったら痛くなった。全然痛くなかった。切れそうになってた。あの切れてたから。ダメよ、教えてくれてる人に切れたら。気をつけて。全然違いました。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろありがとうございました、はい、ありがとうございました。いやー、いろいろあってな、ね、楽しいですね。楽しいよね、はい。あ、大野さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いやいや、プリンスに登場していただきました。いやいやいや、その説はありがとうございます。いやいや、ほんまにもう楽しい。一緒にロケね、行かれたんですもんね、はいはい、もうバチ抜けの教科書みたいなロケさせていただきまして、でちゃんと釣らせてもらってめっちゃ楽しかったんですよ。めっちゃ楽しかったね。そう、ほんで、まあ、今回ちょっと大野さんちらっと会ったんですけど、まあ、その新製品というか、その時もちょっとちらっと僕喋らせてもらったんですけど、はい、チヌキューブをね。あー、チヌキューブですね。黒大釣りですね。そう、はい、それをちょっと僕またぜひちょっとやらせてほしいなと思うんですよ。やばいですから、はい、やばい、チヌキューブ釣れます。釣れます。やばいですか。チヌキューブって落として釣るんですけど、はい、黒大が加えてから加えたままの時間が長くなるルアーなんですよ。なので当たりが分かんなかったとしても釣ることができる。僕分かんないですけど、はい、基本的になんか魚って食った時に弱かった吐き出したりするじゃないですか、はい、そういうのはないんですか。ないんです。クロダイ釣りって、あの熟練の釣り師が落とし込みでやっていくっていうイメージがすごく強くて、敷居が高いんですけど、そうじゃなくて、あの餌釣りでやると結構吐き出されちゃうんですよ。カニとか貝とかで当たりが分かんないままカニだけが取られちゃうとか餌だけ取られちゃうっていう難しい釣りなんですけど、それを簡単にしたくてチヌキューブを作りました。それがすごいですよ。何月ぐらいがいいんですか。6、7、8ですね。6、7、8、6、7、ど真ん中ですね。6、7、8全部押さえといて、俺全部3ヶ月丸々押さえておくの。仕事飛ばして、ぜひともね、まだね、はい、ご一緒してください。はい、スケジュール合えば先にマネージャーさんと下見行ってきます。あ、そんなに釣らせてくれる気満まで、はい、ありがとうございます。本気や、もう安定の、安心の大野さんなんです。安心の大野さんやから、はい、ぜひちょっとご一緒できるくらい。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。釣りフェスティバル、みんなで行こうよ。ぼやーよい子だねんねしな、違うやつ。バス釣りコーナーの方にやってきました。はい、ノブさん、ちょっと目の輝きがちょっとね、もうそう、僕バス釣りめっちゃ好き で、はい、で人もやっぱめっちゃパンパンやし、ね、で今日はね、うん、教えてくれる方います。なるほど、ガイ君お願いします。はい、お願いします。いや、とんでもない男前でできたけど。ノブさんが結構 BDM で男前担当としてやってたんですけど、偽物やないか。今日はどんなものを紹介してもらえるんですか。今日は、はい、新しく、今年から発売する、はい、タトゥーラ XT という竿を紹介したいと思います。竿ですか。竿です。タトゥーラってリールだけじゃなかったんですか。そうなんですよ、今年から新しく竿もわエントリーモデルで出ますね。あ、今までそのエントリーモデルでバス X とかですか。そうですね、一番安いんで言うたそれより下、下、
ファーストエクスは上です。あ、ちょっと上の。ちょっと上です。はい。まあ、エントリーモデル。そうですね。ロブレーゾンとかよりかはちょっと安い。そうですね。なるほど。ちょっとお手頃な。そうです。嬉、はいはい、しいな、それな。ベイトとスピニング。はい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 。がありまして。なんかブラックレーベルみたい。ほんまやな。かっこいいんですよ、めちゃくちゃ。見た目めっちゃ高そう。デザインが。もうエントリーモデルじゃないような。うん、確かにね。そうなんです。もうやっぱ海外で先に先行集まりされてるんで、うん、もうパワーはしっかりあるんで、もう安心して使えるサウナです。なるほど、ね、しかも値段がちょっと知らず入れてるんですけど、そうなんですよ。あ、だいぶめっちゃ安いですよ。めちゃくちゃ安いです、はいはい、希望本体価格でスピニングで12,300円って、いやいや、これなかなかの安さですよ。なかなかこのクオリティでこの安さは、これはこれはこれは H で13,300円。ビッグベイト投げれるってことですか。これ投げれます。これ俺これめっちゃいいわ。いや俺もこれマジでほんまに買うと思う。いやでも俺タレントでちょっともらって帰ろうかな。いやいや言うなそんな偉いし。でも確かに H とかなんかさ持ってない番手ってちょっとあったりするやん。間合いするとか、そう結構重いイメージあって H とか、ね、この軽さでって思っちゃう、はい、ちょっとあとこのタトゥーラの今既存で出てるリール、はい、あ、リールね、はい、ともこんな感じでめちゃくちゃマッチするんで、うわかっこいいわこれ。めちゃくちゃかっこよくないですか。おい、黒とシルバーの。そうなんですよ、黒とシルバー、ね、やっぱここの黒と、いやマッチング大事ですから、はい、こっちが黒と金やったらちょっとちゃうねみたいなね時がある。あかん、俺めっちゃテンション上がってるマジで。めちゃくちゃええやマジで。この今ね、これ撮影してるのが今、うん、1月の21とかな。1月21やな。まだ行ってますもんね、バス。まだ行ってる。おーすごい。釣れんくてももう行くんで。なるほど。めっちゃ好きやから。そう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 。これちょっとほんまに、うん、皆さんぜひちょっとね、ぜひ、はい、ぜひ、まず店とかであと触ってみたらね、そうですね、思いましたね、はい、すごいわ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き、はい、マッスルコーナーなんですけど、はい、もう僕なんかからさ、去年も絡ませてもらったんですけど、レジェンドっすよね。ね、もうずっと長い間、第一線でやられてる。そう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 、はい、来ていただいてます、はい、村上さん、お願いします。村上さん、お願いします、はい、よろしくお願いします。村上さん、はい、今年は何のネタで。ネタとかじゃない、ネタで、はい、こっちがお伺いしたいんですよ。だって吉本でしょ。去年のこと知らんやろ、はい、去年もマジで全然釣りの話してない、うん、マジ韓国ドラマの話をしてました。そうやん、いろんな話してる。なんかしろって言われてもそんな僕わかんないです。あ、傍聴した。はい、チンやなと。村上さんやです。やです。ほんまやです。僕は今日何回滑んねん、ほんま。やです。チンアナゴで出てこうとしたらカメラ追いかけてたから。今チンアナゴと言ってはったんですね。チンアナゴと言いました、はい、いやそれは面白いと思います。何がやねん、1ミリ笑ってなかったやねんか。いやいや、村上さん、はい、今日なんかいい商品というかね、今年の商品紹介してもらえたら、関東とかで、はい、シーバスとかやられたりしてるみたいな、はい、ちょっと見たことあるんですよ。 ありがとうございます、はい、まあ、それでおすすめってなったらもうぜひこの763MLR です。それから733の MLR です。Cバスですか、これ。これ何でもです。あ、何でもいける。リベラリスト。リベラリストや。だから自由です。リベラリスト持ってます、僕。マジっすか、はい、紫色じゃないけど、はげて。リベラリスト俺持ってます。すごい使いやすいんだから。あれでしょ、安い方でしょ。いや、いいから別に。いや、ね、これね、安い方っていう今自分でディスったんですけど、これ安い割にまあまあやるよ。いやいや、めちゃめちゃ使いやすいよ、はい、なので、いやでもね、ね、その一流の芸人さんにそんなね、こっちはどうですかって言ったら、なんかこう上からとか。いやいや、今のなんかだいぶ失礼でしたよ。どうせ安い方でしょって。いやいや、だいぶ違います。その前だからこちらをおすすめしたんですよ。これは僕の初めて見ました。いや、もうこちらでもいいですけどね。あ、はい、なんすか、なんすか。いきなりね、こう10万になっちゃうんで。うわぁ。で、しかも、海でやるにはね、ちょっと調子がね、海の魚ってアンっていくでしょ、はい、バスってうんうんうんなんですよ、はい、だからバスのうんうんうんを楽しむならこっちなんですけど、うん、海はね、ギャン行くんで、そういう設定に全部効果おもろいですね。シャンって、はい、しちゃいます。なるほど。で、これをね、持ってもらったらこの感じで、うわー、結構どこから行きますね。どこから行くでしょ。これがだからやや海調子で、これバスの典型を見ると、こいつがね、分かりやすくバスロッドです。比べてもうた。これね。あー、さっきからや。あんまどこからって感じじゃないですね。ないでしょ。だから
あのダイレクト感はこっちの方があるんですけど、やっぱり速すぎるん で釣りするのもね、バスはねこんな感じじゃないですか。海はこんな感じでしょ、こんなんでしょ。なるほど。だから体全体でボディ全体で吸収させた方が楽なんで。いやこれやっぱすごいっすよね、これちゃんと魚に合わせてその竿の調子を変えられて全然ちゃいましたし、やっぱもちろん皆さんもぜひご検討ください。最高でしたよ、はい、やってみてください。村上さんありがとうございます。ありがとうございます。合言葉はもちろん Feel I'm Alive。 さあということで次は、はい、アユですね。この竿の長さ見たらアユやなと思うんですけども、この長い竿があると、うん、だいたい出てくるんですよ。え真っ黒な。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、あのですね、ナダルさんのおかげで、はい、アユとは何ぞやを教えていただいてなんとか昨年優勝、大会で優勝で日本一、はい、日本チャンピオンさんやね、はい、ちゃんと僕はなんかあこら辺に合い込んだ方がいいみたいなところをちゃんと想像してやりました。やりました。それでもうね、私は笑い担当になってるんですよ。あ、今プロなんでね、釣る方担当ナダルですか。いや、あの、はい、知らんでしょ。俺ナダル上手いイメージ全くないですよ。あのね、全然おろくないいや、それやめて。だから釣りすぎて普通に、うん、有岡さんめっちゃ上手いですよ。上手すぎて思うんない思うんない、うん、有岡さん、今日はなんかちょっと紹介していただけるんですか。やりますか、今年も。いや、当たり前でしょ、これ。そしたら、はい、ナダルさんにも、はい、絶対これを使えばね、爆発的な超過。うわ、頼ますよ。ナダルさんにはね、はい、もう絶対これ。いやこれすごいわ、はい、ナダルさん、はい、いいですか。どうですかこれ。マジビビるんですよほんまに。っね、めっちゃ軽い。軽いですか。軽い。これ実はですね、軽いって言うでしょ、一番重たい竿なんですよ。ある中では一番重たい。一番重たい。しかも、マジで持ってください、しかもこれですね、初心者が持ってはならない 11m なんですよ。それは初心者には長すぎるってことですか。ちょっと扱いたいですね。扱うのがね。でもナダルさんでしょ、うん、あれるでしょそしたらこれじゃなくて、今年の新鮮員で本当にナダルさんは1回しました、でもこれから始めようという方、はいはいはい、これです、ナダルさん。あれちょっと待った、ちょっと全然ちゃうわ。え、全然ちゃうわ。やっぱこっち重く感じるわ、やっぱり。重いでしょ、見て、映えちゃいますよ。全然ちゃうわ、長さがまず。ちょっとこれ、いや、全然ちゃう、長さ。そうそうそう、ほら、はい、あ、全然重さ違うでしょ。これは確かに使いやすいですね。いけるでしょ、やったらプライムアユ。プライムアユ、これが結構入門編ぐらいの、はい、値段も優しい。え、お値段、お値段いくらですか。うわ、安っ。ほら、ナダルさんの、ナダルさんのね、5分ぐらいのギャラで、もっとかな、もっとかな、1分かな。アユサウって高いイメージあったでしょ、高級、ね、10万は超えてくるよでしょ。でも3万4千円や。いやこれはそうそう、アユサウってやっぱ結構高価なイメージがあったんですけど、うんうん、これやったら手出しやすいでしょ。ほんまにそうやな。で軽いし、おうおう、今年もご教授ずっとふざけてるから有岡さんほんま、サオもちゃんと説明せへんのかちゃうかな思って心配してたから、よかったです本当に。真面目、そこは真面目やっておられて、今年もやりましょう。お願いします。ぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。さあということで、はい、一押しのリールがあるっていうことで、なるほどなるほど、お話聞いてみたいと思います、はい、ケイジさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。セレテートがちょっと一押しということで。はい、そうですね、今年の新しくモデル変わった、はい、あ、変わってるわ、はい、新しく変わった、ちょっと黒がメインになってるというか。そうですね、で見た目もやっぱもうかっこよくなって、ね、かっこいいわ、はい、で中身もねかなり変わったんですよ。どっちかというとソルトメインみたいな。そうですね、ちょっと一回巻いてください。え、なんだろう、違い分かる。前までかも分かりません。いやでもめっちゃ滑らか。滑らかです、はい、かなり滑らかになりました。軽い巻き心地、ほんまや、従来のものと比べたら滑らかさがかなり、はい、滑らかになって、でバランスもね、かなり変わったんで、自由自体はそんなに変わらないんですけど、はい、重さはそんなね。そうなんですよ、で、バランスがこのリアバランスになってるんで、重心が後ろになった分、持ち重りがかなり軽くなりました。あー、なるほど、重心の場所を変えたってこと。それによってだいぶ持ち方、そうですね、はい、持ち感かなり軽くなりました、はい、なるほどね。で、中身もシャフトとローターが変わってるんで、うん、この車速は滑らかなんですけど、うん、止めたい時にカチッと止まってくれるっていうのが。そうですか、はい、ちょっと止めれる。巻いて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 
あ、どうどうどう、ちょっとボケ思いつかないです俺もわけわからんふりしたもんな。ほんでさらにね、しれっとしてますけど、ずっとね、うちのね釣りスタッフシーバス大好き、僕も好きなんですけど、レッドさん、はい、どうも初めまして。初めまして。スタッフがね、もうさっきからレッドさんや、レッドさんや、レッドさんや大好きやから、レッドさんは絡まないの、はい、レッドさんは好きで、ね、大丈夫、安心しろ、もうじっくり絡む予定やったやん。頭のプレッシャーかけんな、こっちに。頭の中で浮かんでたわけや。浮かんだ、もちろん絵が見えてたわけや、はい、レッドさん、ちょっと刑事さん、ちょっと説明不足やったんで、ちょっと思い出してなんちゅうこと言うね、お前は。いや、十分ですよ。いやいや、もう全然、はい。でも、確かに、せっかくやから、レッドさんなりの、見解というか、セルテートの、はい、十分なんか、教えていただいてもいいですか。はい、まあ、このローターがね、エアドライブデザインっていう、はい、最上級室の、噛んでる、噛んでる。力入れるところ、噛むのやめてください。イグジスト、イグジストのローターがそのままここに来てるんで、それはもともとでしたっけ、もともとセルテート自体がそうでしたっけ。いや、もともと違うんですよ。今年からこのモデルから採用されてるんですよ。ほんならまたちょっとセルテートとしても良くなってるという、もうすごい、非常に良くなってます。うわめっちゃあのね、これ言うてくれんの、ケイジ君。なんで厳しいねん、ケイジ君。すいません、おかしいやん、それは。優しいから甘えちゃってでもそれすごいっすよね。すごいわ、これそのやつが入ってるそれちょっと結構引きになりますね、それ。そうそう、で、風の強い人が、うん、まあね、キャストして、はい、で、こうパンって返して、うん、グリグリって巻くと首に巻くことないですか。あります、ね、下に首に巻いたり、うん、やってたっていう、これな、入ってほしくないところにニョロニョロって入ってくる、めっちゃあります、はい、どんどん入ってくるんですよ、ね、あれがね、うん、ほぼほぼなくなりました。めっちゃやるんですよ、僕。鬱陶しいわ、これって。そうね、この中入ってブチって切れちゃったりしてね、はいはいはい、あれがね、なくなったんで。それなくなったっていうのは、なんかそうですね、確かにどういう構造でそれはそうなってるんですか。この、横から見ると、はい、このベールアーム、はいはい、上にちょっと上に上がってんですよ、はいはいはい、このラインローラーに向けて、はいはいはい、こうなってるでしょ、うん、これが、だからベールアームをパーンって返した時に、うん、スッてこう入るんですよ、このラインローナーに糸がパーンってすぐ入ってくる。なるほど、ちょっと斜めになってるから、そう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 、誘導してくれるじゃないですか。そうなるほどね、すぐスッて入ってくれるんで、だから首に巻くのがもう極端に減りました。めっちゃ嬉しい、ほんま、首に巻いた時のテンションの差が半端じゃないですよ、ほんまに。まだピン、まだリーダー結びランハラ会とかあるんですよ、傷つくから、うん、あるよな。いやーわー、これはだいぶだいぶいいですね、もう今年一おすすめですよ。今年一おすすめぐらいの、はい、だいぶパワーアップしてるんですね、そのセルテード自体だいぶブランドのある、うん、イメージのあるリーダーです、うん、さらにそれはパワーアップして、うん、そうですね、はい、ちょっとぜひもう皆さんちょっと、はい、ね、店で見たら手に取って回してみてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ノンノークライモン泣かない。ご無沙汰します、青木さん。ご無沙汰します。よろしくお願いします。ご無沙汰します。お疲れ様です。もうレジェンドの青木さん、いやいや、一緒に僕ロケさせていただきまして。そうですね。釣りしましたね。めっちゃめちゃ楽しかったです、それが。どうでした、ナダル一緒にやってみて。いや、もう基本的な動作は、はい、OK だったんで、はい、もうあとは、こんな感じでとか言いながら。いや、もうこれがもう、やっぱ言われるがままというかね、全然僕も分からなくて、ほんまにじゃずらしてくれるんですよ。だからその部分だけを、ちょっと YouTube 切り取って、B でも上げさせていただいたんですけども、はい、めっちゃ叩かれて、全部青木さんの、全部言われるがもう、お前が釣ったんちゃうねんみたいな。青木さんが釣ったやん。青木さんが釣ったやん、あんなもんは、みたいな。ナダル、ちょっと舐めてるやん。ちょっと舐めてますけど、こいつね、あんま動画とか見ないんですよ、はい、だから事前に青木さんってことも多分そんな認識してないし、ね、あんま言ってあかんけど同じ人間やからこんなことやりだしても、まあ、当日も言ってました、そのような青木さんなんか今日ちょっとちなみになんか、はい、スティーズが、はい、そう出るんですよね、新しいモデルがね、はい、スティーズがまあかっけー、新しくなりまして、かっけー、うん、SVTW、まあ、今までのスティーズが 34mm っていうちょっと大きめのスプールがついてたんですよ、はいはい、ちょっと小さいですよね、リーグ自体がだいぶ、はい、で今回は32のスプールになって小さくなってます。やっぱ本来糸巻き量はやっぱ結構減るんですか。そうですね、減ります。まあそれによって逆にこうちょっと軽いもの、まあ、いわゆるベイトフィネスって呼ばれる、
あのリールで投げるようなものまで少し投げれちゃうっていう。でまあ、日本でやる釣りだったら一番こう守備範囲が広い、うん、ベイトリールになります。そうですね、はい。まあ、本当これで逆にできないっていうとすごい重いビッグベイトとか、もう逆に超軽いフィネスなワームとか、まあ、それ以外はほぼほぼこれ1台で投げれちゃ う, う。だから結構だから今までのスティーズよりなんか結構広めにいろんな釣りができるようになったのが今回のという、うん、そうですね、はい。でまあ、スプール系がちっちゃいのでレスポンスがすごいいいんですよ、回転の。なのでまあ初心者の方とかちょっとベイトに投げ慣れないような方でも結構気持ちよく投げられるかなと思います。これが青木さん的にはフィールアライブどうですか、はい。スーパーフィールアライブですいやスーパーフィールアライブなんですね。出たスーパーフィール。いや、いつもね、その D チャンネルで、はい、ずっとフィールアライブって言ってるから。いや、一個進化して。僕ね、台湾に入ってまだ2年目なんですけど、はい、もう入った瞬間に一番このフィールアライブっていう言葉がもうバシッときまして。台湾の鏡やな。鏡や。確かに長いこと勤めてる人もそこ盲点で言うてへんから。そうそうそう。一番宣伝になってるから。フィールアライブ言うてないわ。フィールアライブです。はい。の中でもスーパーフィールアライブ。もはや僕はもうスーパーフィールアライブ。スーパーフィールアライブ。何なんですか、わけわからなくなってくる。わからない。だから青木さん、またちょっと時間があったら僕たちね、ツイッターで YouTube とかやるんで、はい、ぜひぜひ。ほんまにぜひとも、はい。めちゃめちゃ勉強になりますから、もう幅がえぐいんで。行きたい人いっぱいいるんで。もういつでもフィールアライブしますんで。もうだから僕らの動画のタイトルフィールアライブだけでよ。吉本スリム BDM ほやならフィールアライブだけで動画バリだ言わすよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、いろいろ見たな。いや、見させていただきました。あ、素晴らしいですね。新製品気になる、いっぱいやったしね。欲しなりますね。そう、やっぱタツーラのロット多分買うし、うん、スティーズの SVTW ベイトも買うかもしれん。なるほど。なんだろう、気になったやつが。僕やっぱセルテートやっぱ結構気になりましたね。セルテートな、ソルトやるもんな、はい、結構な。セルテートのあの感じめっちゃええし、ほんで、うん、あとなんすか、あのソルティガのあのサオのここ痛くないの、はい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 、結構痛くなかったんで。あ、だいぶ変わってた。はい、ちょっとフィールアライブやったの。いや、まあ、あんまこんなん言うのあれですけどフィールアライブでしたね良かったよな。いやー、でも今日も結構一日歩いてフィールアライブやったな、ほんまに。もうだいぶ、多分明日もフィールアライブやな、うん、結構皆さんもこれフィールアライブやし、ね、見てる皆さんも、まあ、うん、結構ね、実はね、今ギャラリーできてるんですけど不思議と誰も笑ってないそりゃそうですね。怖い、意味わからへんから。怖い、意味何を言うてんねんって。まあまあ、でもね、はい、皆さんも気になったものがあったので、はい、ぜひともね、はい、弁当などでお手に取ってみてください。はい、お願いします。ということで本日は以上です、はい、フィールアライブ、バイバーイ